2023年10月25日の『鉄道チャンネルサイトニュース』JR 西日本の新たな観光列車花明かり来年10月登場新座席種別スーペリアグリーン車とは JR 西日本は25日2024年10月にデビューする新しい観光列車の列車名やデザインを発表しました。 新観光列車は特急浜風に使用されるキハ189系を改造した3両編成で季節ごとに運行エリアを変えて乗客と各地域を結びますデザインはウエストエクスプレス銀河で知られる一番線の川西康行さんが担当しています列車名の花明かりは地域に光を当て地域が華やぐイメージ西日本の様々な地域のとっておきに 明かりを灯す列車であること、地域を明るくする列車であることを表現したもの。3両編成の1号車には広くゆったりと過ごせる個室空間を用意しており、これをグリーン車よりグレードの高い設備を備えた新たな座席種別、スーペリアグリーン車と位置づけます。他の車両については、2号車はグリーン座席とサロン、3号車はグリーン座席で構成されます。最初は、 北陸デスティネーションキャンペーンに合わせ敦賀から若狭京都府北部を通り城崎温泉までを結ぶコースで運行する予定第2弾以降は季節ごとに西日本各地のとっておきに出会う旅を提供するとしていますサービスや価格などの運行詳細は後日発表予定です